マジスカ学園シリーズマジスカ学園さんマジスカ学園さんは2012年にテレビ東京製作でテレビ東京系列のドラマ24枠で放送された AKB48 出演の連続テレビドラマシリーズマジスカ学園シリーズの第3作前作マジスカ学園にまで主演を務めてきた前田敦子に代わり島崎遥香が主演となったこれに合わせて 主要メンバーや役設定も大幅に変更した。また舞台も前作までの不良学園ドラマと打って変わり、20XX 年の少年刑務所に設定された。あくまでも 20XX 年の設定であるが、舞台、マジスカ学園京都、潔風修学旅行の冒頭で激辛の入所していた刑務所の監守が今度ぶち込まれるのは、ここじゃねえ、地獄のホープ。 マジスすかプリズンだと発していることから、1.24.5と同じ世界観にあると思われる。本編前にピンポーンという SE の後に、過去2作目と同様に断り文があるが、パート3となり、下手な演技がさらにパワーアップしている場合もありますの文章に変わった。最終話の断り文は、ご霊学芸会の延長みたいなドラマにお付き合いいただきまして、ありがとうございます。 おかげさまでポンコツだった彼女たちの演技がほんの少しだけ成長できたと思います。最後にもう少しだけお付き合いくださいになった。20XX 年少年法が新しく改正され法務省強制局が委託した民間企業が少女刑務所を運営することになった。記憶をなくした少女、パルが刑務所に収監されるところから物語が始まる。 週刊人数321人。通称、マジスカプリズン。もともと学園だった施設を改装したものとされる。少女たちは罪状に関係なく、無期懲役が課せられ、プリズン側が模範性として認めた場合のみ釈放となる。また、刑務所内であれば自由に移動することが可能である。受刑者それぞれに、チームが割り振られ、受刑者同士で戦わなければならない。 施設内の森の境界線を抜けると受刑者それぞれに付けられた腕輪から毒が発生し死に至る。しかし本来は単なる監獄施設ではなくクリーナーと呼ばれる暗殺者を生み出す目的で作られた。ナンバー囚人番号登場人物はエンドロールのテロップの順番を採用チームハブチームマングースチームハブと対立していたが後にお互いを理解し 同盟を結びプリズンからの脱獄を試みる。その他の助手職員主題歌家のサイズは放送会によって違うため正式な TV サイズバージョンは存在しない。オープニングテーマ最終話のみエンディングで使用された。また OP では CD に収録される音声とは違う音源が使用された。ありがとうございます。